山口山根は、東京都生まれの日本の独立研究者、著作家、パブリックスピーカーである。本人は、ナレッジキュレーターと名乗ることもある。株式会社、ライプニッツ代表。経営におけるアートとサイエンスのリバランス、組織の潜在的創造性の開発、資本主義とビジネスの未来等を、主な研究領域とする。コンフェリーのシニアパートナーを務めながら、研究、 経営大学院での教職、著作、各種ワークショップの実施、パブリックスピーキングなどに携わる。学部と大学院で哲学、美術史を学んだという特殊な経歴を活かし、人文科学と経営科学の交差点をテーマに活動を行っている。慶応義塾大学文学部哲学科を卒業し、同大学院文学研究科美学、美術史学専攻修士課程を修了した。 電通、ブーズ・アレン・ハミルトン、ボストン・コンサルティング・グループ、AT ・カーニーに勤務した。2011年以降より2019年1月、現在まで、コーン・フェリーのシニアパートナー。また2018年5月以降2019年1月現在まで、一橋大学経営管理研究科非常勤講師を務めている。多摩美術大学クリエイティブリーダーシッププログラム講師。 慶応義塾高等学校在学時は、ほとんど授業に出席せず、美術館や映画館、図書館で時間を過ごしていたために出席日数が常に足りず、両親がしばしば呼び出されていたことをインタビューで語っている。保守的なドレスコードが求められる経営コンサルタントだが、もっぱらスーツにスニーカーバックパックという入れたちである。2015年、東京都世田谷区から、 神奈川県葉山町に居住。日本工業銀行の第七大総裁を務めた蓬莱一松は父方の祖,祖父にあたる。四児法省にも叙勲された醸造学者である野白金一は母方の祖,祖父にあたる。ありがとうございます。